こんにちは、かゆのかゆちゃんです。はい、今日はかゆちゃんをお迎えして、こちらドドンよエポック2023、あ、違う本日は、はい、本日はディズニー創立100周年エポック2023プレミアエディションカードを開封していきたいと思います。よーやったトレカは初めてですか？いや、そうなんですよ、初めてで何が出てくるのか。しかも結構ね、人気のカードっていう風に言われてるので、なんかスポーツカードだとやっぱり私たち女性はそこまでこう詳しくなかったりするかもしれないですけど、このディズニーだったら全員がこう幼少期に見たりとかして通ってきてる、絶対出てるから、これは知ってるは絶対あるのがディズニーの良さだと思うので、こちら開封していきたいと思うんですけども、はい、私今日店長さんとかじゃないんで、あ、そうだちょっと情報見ながらお話しするんですけど、はい、ディズニーとピクサーのキャラクターが大集合しているので、ディズニーの100周年を記念したカードコレクションとなっているみたいで、なので今年しか出せない、確かに100周年そう記念したものなんで、今年しか出せないもう豪華なプレミアエディションになっているんで、エポックでもよくプレミアエディションの野球とかいろいろあるんですけど、その中のディズニーが出たということで、開封したいなと思ってます。やっていきましょう。はい、じゃ早速こちら開封していきたいと思いまーす。早速じゃあ1ボックス目開けていきたいと思います。いや、一体何が出るのか。よいしょよいしょ。はい、ここら辺はね、ミッキーとかミニーとかね、そう、もうみんな知ってる人たちが、うんうん、キャラクターたちがいるんですけど、ちょっとシュリンク開けちゃおうかな。はい、ドキドキ、いや、ドキドキするは何が出るのかっていうところもそうですし、結構目がって、いや、本当にガッて開けていや、なんかシュリンク開けるの、人が出ますよねお店の人出ちゃいますね、ちょっとこれ難しい、あ、すごい手切りそう、怖い、おお、あ、こういう形で、多分エポックなんで、ここに見えるかわいいシリアルが、あ、箱シリアルが入ってて1133、中身はパックがバーと、おお、1ボックス何パック入りですかね。ですね、ちょっと待ってね、こちらは数える1ボックス10パック、1パックカード6枚入りのものになってます。結構種類があるんですよね。そうそうそうなんです、6枚入ってて、1枚、うんうん、中の1枚がちょっとクリスマスっぽいデザインとかがあったりする。おお、早速来ました。これがレギュラーですかね。そうですね、レギュラーカードですね。レギュラーカード来ました。お、こっちもレギュラーカード。これなんかセリフ有名なんか名言、そうそうそう、名言になってるんですよねとかもあったりとかして、はいはい、あ、全然違う、なんかキラキラしてる感じが、じゃじゃん、あ、クリスマスだ、クリスマスのやつ、いや、めっちゃ可愛い、可愛い、スティッチがクリスマス、ね、かわいい、クリスマスをめぐりしてる、サリーもなんか、あ、かわいい、クリスマスの帽子かぶってる、いや、めっちゃ可愛い、これ、ね、いや、これ女の子ワクワクしちゃいます、ね、いや、いいですね。で、あ、次もこれも、次もクリスマス、あ、かわいい、いや、めっちゃいい、ちなみに裏面も、裏面もこんなしっかりなってたりとかしてるんですね。ちなみにレギュラーカードは裏面はキャラクターに、これ野球カードとかだと選手のなんか、うんうん、なんだろう、生年月日だったりとか、あ、成績とかがそう載ってたりとか、プロフィールが載ってたりするんですけど、そうなんだ、かわいい、お、クリスマスいっぱい入ってる、めっちゃかわいい早くもクリスマス気分になってまいりました。で、あ、スプーンさん、スプーンさんだ、じゃじゃじゃん、そしてキラキラの、キラキラじゃない、デカデカのね、結構厚い、紙もしっかりしてる、うんうんうん、ちょっとマットになってて、すごい、かわいい、表面がマットで裏がちょっとツルツル系のやつで、ね、かわいい、カードゲームと違う、確かに表面も裏面も楽しめるっていう、かわいい、で、めっちゃかわいい、よきよきよき今のがレギュラーカードでと名言とクリスマスが出てきたのかな。そうですね、お、ここにキラキラいる、見なかった、にして、お、オラフオラフがメッセージカードがありますね。オラフで、あ、すごい、クリスマス来た、めっちゃピカピカして
セル。めっちゃなんか可愛い。可愛い。しかもちょっとクリスマスのあの装飾、ツリーにつける装飾みたいな色にしてて超可愛い。へー可愛い。可愛い。ピンカベルの可愛くないですか。めっちゃ可愛い。ちゃんと魔法かけてます。可愛い。でサリー。サリーが来て。ソロのサリークリスマスが来て。おこれもクリスマスカードですね。可愛い可愛い。でなんかもうクリスマスシーズンにね向けて。確かに全然雰囲気変わります。お待って。キラキラその様子の。あ。この裏は裏があっこれ知り合うの75分の64番えすごい、これが何カードだ。レギュラーパラレル名言いっぱいあるぞ。そう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 これってもう100周年だから増産されるってことはないってこと。基本その来年から新しいのが出ますよとかそういうのも なく今回限りのものになるので。およいしょ来ました。かわいい。めっちゃグーとマイクとサリーと。いや結構淡い色味で女の子は、ね、使いやすい。パン、ミッキー、ミッキーでクリスマスですね。クリスマス来てますね。ホログラムクリスマス、かわいい。これがレギュラーパラレルみたいな感じなんですかね。あ、新しい。かわいい。なんかシンデレラボイ。シンデレラボイ。バンビもいる。いやこうやってなんか全然違うキャラクターが出てくるの楽しいね。かわいい。かわいい。あ、来ました。なんだっけこのワンちゃん。101匹ワンちゃんじゃなくて、あの、マリー。ワンワン。ワンワン。ワンワン。何かがね。そうそう、ワンちゃんとワンちゃんが。お、これは。フロムマリー、マリーポピンズ。マリーポピンズ。ちょっと待ってマリーちゃんの。マリーちゃんの。マリーちゃんの乗ってる馬かしら。馬かしら。馬かしら。そうかも。よいしょよいしょ。お、早速バズがいて、お、キラキラのお、ホログラムのクリスマスカード、ティンカーベル。あ、かわいい。かわいい。いやめっちゃシンバが。お、あ、お、これって。これがあの切手カード。切手。あ、こんな重厚感あるの。だってこれが250分の170の切手カードですね。うおー。1ボックスに1枚ぐらいの割合で入ってんで箱1ぐらいの。え、すごい。しかもこれちゃんと厚みというか、うん、ちょっと分厚くて分厚くなってて、でこの切手の部分のところがちょっとなんか掘られてるんですね。手が乗ってて、しかもこれはピーターパンの、あ、本当だ。ピーターパンの名シーンになってる。かわいい。飛んでるやつ。このデザインが後ろに。すごい。かわいい。めっちゃかわいい。え、これはいい。これいいっすね。いや、これは家に飾る系ですね。これは家に飾りたいですね。今シリアルが2枚出てるんで。結構シリアル出ますね。うん、2から3くらい出るのかな。ネズミちゃん来ました。よいしょ。レミ、レミ、美味しいレストランの。美味しいレストラン。ムファサとシンバ、待って、癒されるこの。あのロルカナ対戦の時にあのすごく嫌だった。シンバの顔見てくださいよ。パパみたいな。マジ親子かわいい。あ、でクリスマスですね。来ました来ました。クリスマス来てクリスマスでかわいい。お、こっちもクリスマスで、かわいい。なんかこのチビキャラ、ミニキャラみたいになってるのがかわいい。あ、モア、モアナ。お、よ、ミッキー。あ、ミッキー来ました。ハピネス、ハピネス。上がってる。言うからね、ミッキーは。あ、キラキラ。キラキラのクリスマス。おお、かわいい。新しい。いや、かわいい。なんかポストカードっぽいですね。うんうん、これだけでなんかチェキじゃないけど、うんうん、こうやって飾ってても普通にもうかわいいな。確かにチェキ飾るみたいに全然いけますね。あ、鳥。あ、鳥来た。何でもすぐに忘れちゃうの。お、で、アルベルト。アルベルト。でした。モアナも。うんうん。いいコンビですね、この2人は。で、あ、クリスマス。キラが来て、あ、これも新しいやつじゃないですか。ね、かわいい。ツリーが。チップとデールが、お、ミッキーとチップとデールが。手の上に乗ってる。乗ってる。おお、ポカホンタスのキラキラバージョンが。美しい。素晴らしい発動心でございます。これもシリアル入りで。来
来てますね。300分の164枚でムーランです。エポックといえばみたいな、ジェムとかも入ってるかもしれないっていうのが、そっか、まだ出てない。そう、まだ出てなくって、それも見たいなって。いや、見たいですね。あ、シンデレラよいしょ。あ、え、かわいい。ちょっとプリプリしてる。いや、この色味が超いいんだよな。あ、サリー、サリー、あ、かわいい。ミッキー、オラフもいて、増えて、ほほほ言って。あ、あ、シンデレラだからフェアリーゴッドマザーが来てくれました。来てくれました。あと残り2パックです。2パック。お、アリス。あ、アリス、アリス、おー、ジャスミン、プリンセス、プリンセスで、スティッチ。あ、みんなプリンセスめっちゃいる。え、かわいい。めっちゃいい、これいいな。お、お、なんかちょっとキラキラが違う。キラキラ度合いが違う気がするけど。結構、おー、200分の20番結構若いっすよ。若いキラキラの様子が違うんですよ、ちょっと。よくお気づきで。あ、ほんとだ。インサートカードですかね。ラストは、おー、ピーターパン。ピーターパン。お、はや。で、あ、ティンカーベル。ピーターパン出て、ティンカーベル出て、ね、つながった。大集合で。大集合で。あ、大集合で。え、かわいい。かわいい、ハッピーホリデー。ハッピーホリデー。オラフ、めっちゃかわいい。で、ウッディでした。ウッディあげましたね。10パック。おー。開けて4枚シリアルが出たのかな。ゲームやってる側からすると、うん、シリアルナンバーこんな出るのっていうのが、あ、確かに確かに、ちょっとテンション上がりますね。それはそうかもしれない。じゃあ残り2ボックスあるんで、じゃあ一緒に開けますか。開けましょう。はい、開けてみましょう。開けてみましょう。こちらをまいちゃんとかよちゃんで同時に開封していきます。開けていきましょう。初開封です。いや、緊張する。ドッターで開けていかないと。こちらは1137番で。お、あ、1130番。よしよし、若い若い。超かわいいパッケージもいい。いやー、イエーイ。いや、ちょっと待って、これもうなんかこう持ってるだけで大不幸感がたくさんに見えてきました。ちょっとやだ。もうちょっと見てほしい。はいはいはい。これの次が、じゃじゃん、トリックオートリートです。あ、ハロウィンだ。ハロウィンだ。めっちゃかわいい。ちょっとなんかストリートアートっぽいようなデザインで、ね、200分の158番の初めて見た。超かわいい。かわいい。すごい、かぼちゃの中に入ってる、ね、かわいい。めっちゃかわいい。ちょっと私も当てたいんだが。ティンカーベルでしょ。おおおお、なんか、はい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 、はい、ください。よっ、おー、オラフ、オラフだ。やばいやばい、反射して私の顔が映れるようになった。もうこのかわいい、ピカピカすぎて、ちょっとあのこれ以上やると私の顔が反射するんですよ。よっ、お、シリアル入り、シリアル入りで6番。おお、やったやった、やってやったぞ。うん、どうですか。お、なんか知らないです。プライマーエディションとな。おー、おー、すごいすごい。え、これ裏、裏、これ何の、なんだなんだ、様子がおかしいぞ、このカード。様子がおかしい、様子がおかしいカード、様子がおかしいカード。よっ、おー、やだ。あ、200分の23。えー、すごい。え、めっちゃ可愛い。なんか初めて見るデザインで、なんか、なんて言うんだろう、なんて言うんだっけ、あのガラスのステンドグラス、あ、ステンドグラスっぽいような感じのデザインになってる。すごい。え、めっちゃ可愛い。よし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 。んー、これなんかちょっとキラキラの様子がおかしいぞ。様子がおかしい。よっ、おー、出ました。これもこれも多分シリアル入りの、
あるかな。よあ、いた。お、75分の6。おお、嬉しい。パチパチパチ。お、ちゃ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 。お、え、なにこれ。かわいい。様子はおかしくなんか、あ、200分の2番。おえ、すごい。はい、2番。すごい、2番だ。ほい、ついに私も来ました。お、よっ。おー、めっちゃかわいい。これが250分の75。これはなんだ、裏面を見るとこれはなんだ、あ、美女と野獣だ。美女と野獣の2人のシーンよく見えます。ここをよく見てほしい。めっちゃかわいい。だから次もクリスマスで多分この次、次チャ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 ン。おお、250分の51番。よ、え、かわいい。え、かわいい。あのザ・ジャングルブックてか全部フォント違うんですね。ね、ちょっとね、ちょっと気づくかしら。ちゃんと作品に合わせて変えてる。とビューティー&ザ・ビーツ、ビーストとザ・ジャングルブック。へえ、こんなに出ると思わんかった。ね、欲しいが。いかがでした？楽しかったです。いや、めっちゃ楽しかったですね。いや、マジで本当にちょっと緊張して手汗がちょっとやばかったんですけど、キラキラ光るのとあと厚みがあるの、うんうん、で自分で持ち歩きたいとか、あと、あ、結構私家であのフィギュア飾るのが好きなので、うんうん、なんかその隣にカード置いてもいいんじゃないのかなと。確かにそれもいいかもしれない。私ちょっと見てほしいんですけど、はい、こういうなんか、あ、めっちゃかわいい。ローラーをデコったことがあって、そ、はいはい、その TikTok とかに使えるかなって。なんかこういうのを入る入る、こうやって、あ、え、かわいい。ここになんか穴開けて丸カンつけて、うんうん、なんかカバンとかにつけたらカバンかわいいかなと思って。そう、こういうのもなんかコレクションの楽しさの一つなのかなって、うんうん、こういうのをまあ持ち歩いて立てかけたりとかしても、うん、なんかこうわーってインテリアにしても可愛いだろうし、可愛いだろうな、ね、写真立てみたいな感じでこう、うん、置くのもきっと好きなキャラクターがいる人とかは全種類集めたくなっちゃうとかも、うん、いや、いいですよ。いると思います。いや、皆さん、ぬいぐるみの時代は終わりました。ぬいぐるみもたくさん物置けるんで。そうです。並べられるから。いや、並べられるから。いや、これいいな。超可愛い。ディズニー創立100周年エポック2023プレミアエディションコレクションカードでした。イエーイ。めちゃめちゃ可愛くて楽しかった。可愛かった。可愛かったです。こんなに種類あると思ってなかった。本当にクリスマスプレゼントにぴったりだなって思います、うん、あ、確かに。なんかお子さんには、お子さんとか家族に渡しても楽しいし、うん、自分にちょっとクリスマスらしいプレゼントしちゃおうみたいな感じで買ってもいいかなって思えるぐらいには可愛いカードたちで、可愛い、うん、開封する時のドキドキ感がちょっとサンタさんからのプレゼントと相まって、めっちゃ楽しい。だからこうお店とかにいるとお客さんがいっぱい開封してるのとか見てて、うんうん、すごい開けるなって思うけど、自分がやってみると、いや、これは止まらなくなっちゃうよって感じ。いや、止まらないこれは。で、ちなみに今回開封したカードたちはこちらになってまして、綺麗。はい、4つに分けられてるんですけど、こちらですね、クリスマスプレゼントのプレゼントキャンペーンを行いたいと思います。私には、あ、応募して応募しました。で、応募の方法が、はい、この動画を投稿する際の投稿のリポストと、うん、X アカウントのフォロー、うん、で、このミントのチャンネルのチャンネル登録、その 3つを行っていただいた方から抽選4名様にプレゼントいたします。うわ、いや、こんなセットでもらっていいんですか。いいです。素晴らしい。で、全部可愛いので、うんうん、どしどしご応募お願いいたします。お願いします。こう友達と開けても楽しいだろうって、うん、いや、楽しいと思う、うん、いいかなって思うので、ぜひ皆さんも買ってみてください。買ってみてください。買えるのかな。大人気だからな。確かに。ミントの直営店とかに、はい、ちょっとありますかって聞いてみてください。ぜひぜひチェックしてみてください。は
はい、ミートのチャンネル登録もグッドボタンも高評価もよろしくお願いします。かゆちゃんのチャンネルも、はい、はい、あ、そうですね、はい、あのかゆでガッチャという YouTube チャンネルやってるので、たまに見ていただけたら嬉しいです。